皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今回はサプリメントの紹介です。えー、カルピスが作りました。骨密度を高めるのに役立つコ、骨ツ,コツケアというものです。加齢とともにということは、高齢者に関係ないと思ってるんですよね、私は。はい。で、 もう一つ理由があります。私、まあ、皆さんご存知の通り、引きこもりでいまして、まあ、人とのコミュニケーションはね、あのー、ビデオ会議システムとかでたくさんやってる、たくさんっていうか、まあまあ、まあそれなりにやってるんですけど、とにかく引きこもりでして、はい。用事がなければコンビニにも行かないと、そういう生活をしてますので、日光を浴びてないんですね。 なので私の場合は、年齢の割には骨密度が低くなる蓋然性が高いと思ったわけです。それでこれを購入しました。はい。えー、そんなに高いものじゃありませんでしたね。はい。で、今後ですね、まあ、3ヶ月に1回かなんかぐらい、3ヶ月分届くということで、あの、もう定期購入して、もう強制的に私の骨密度を高めると。 いいうようよな形にいたしました、まあ骨密度ね気になる方いらっしゃいましたらねあの何ていうか何ていうかですねあのやっぱり僕みたいに引きこもりですかやっぱりはいそういう方だったらねあの高齢者じゃなくても是非是非というところですね私別にカルピスのあの <laughs> カルピスのあのな回し物とかじゃないんですけどまあここはカルピスの あの、技術を使ってこのサプリメントを作ったらしいんで、あ、似たようなものがあったとしてもカルピスが良さそうだなと思って、ただのカルシウムももちろん取ってますよ。ビタミン D も取ってますよ。けど日光浴びてなかったで骨にならないじゃないですか。だからこういうサプリメントを取るということなわけです。はい。以上、紹介でした。はい。えー、では今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。